いや、買ってないですよ。僕、たまたま買ったんですよ。ええ、あの頃って BTC も安くて、で、ツイッターとかで簡単に BTC 投げ銭できるサービスとかあったじゃないですか。はい、ええ。まあ、今でもあるのかもしれないですけど、まあ、それでなんかビットコインとかモナコインとか僕、もらいまくってたんですね。<laughs> 別に、あの、くれって言ったわけじゃなくて、勝手にあの、まあ、要は通貨というのは、 人気があればあるほど信用があの信用度が増すので、うん、BTC 信じてるぜみたいな人がもう送りまくってきたんですよ僕のところに。うん、でまあそれをそのままオープンソースの BTC、まあ、ビットコインをそのまま、まあ、コピーして作ったモナコインとかライトコインとかそういうのいっぱい出てきててモナコインなんかも相当僕は投げ銭されて。 で僕がモナコインに言及するたびにモナコインの価値が上がるっていう謎の現象が、まあ謎でもないんだけど、そういう現象があって、まあ、たまたまその時にたくさんもらったやつを、うん、イーサー面白そうなんでクラウドセールで買ってみたんですね。うん、うん。そしたら、めちゃくちゃ値上がりしたんですよ。はい。<laughs> とんでもないです、ね。<laughs> なんですけど、はい。なんかクラウドセールのサイトにバグがあって、うん、そのバスフレーズが通んなくなったんですよね。 ね、なので引き出せないんですよ。あら。そうなんですよ。なんかあの、アドレスは分かるんで、いくら入ってるのか分かるんですけど、まあ大体今400インサーぐらい入ってるんですけどね。<laughs> 400インサーってまあまあの額じゃないですか。<laughs> はい。なんですけどえそれで出せないってことは、要 <laughs> はウォレットを持ってるわけじゃないんですね。そうです。はい。秘密鍵を解けない。 そクラウドのサービスが持ってるクラウドのサービスとか、まあ、チェーンに記録されてるわけですよね。はい、あだから私の,その秘密鍵があるんですけど、はい、それをその解読するためのキー。